旧ロケットとは1969年に宇宙開発事業団が計画した衛星、打ち上げ用ロケットである。旧ロケットの風洞試験モデル日本の宇宙開発史上において、自主開発から技術導入への転換期に計画されたロケットで、方針転換により、要素技術の開発段階で終わったが、そこで得られた液体推進計や誘導制御に関する知見は後に活用された。 当時から純国産技術での開発を危惧する声は多く、現在では技術導入への転換は規定路線だったとする説が濃厚である。1964年7月に実用衛星の開発、打ち上げを目的とした科学技術庁研究調整局航空宇宙化宇宙開発室が設立され、これが後の宇宙開発事業団の母体となった。当初の計画では、 旧ロケットは誘導制御技術開発が目的の三段目のみ液体式で、その他は固体式の試験用ロケットで直径一点1四メートル、高さ二十五点五メートル、重量三十四点一トンの前段誘導式の四段ロケットの予定だった。九百六十九年十月一日の宇宙開発時業団の発足時に九百七十二年までに151キログラムの 衛星を高度 1000km の軌道に乗せる旧ロケット開発と1974年までに 100kg の静止衛星を打ち上げる N ロケット開発というに計画が策定された。名称の経緯は N を目指す途中のロケットは O だと0と間違えるし P は変だから9になったとする説と N の次は O であるがこれは0と紛らわしい。次の P は ペイロードの意味で使われているというのでその次の球となったとする説がある。8 5ラムの衛星を高度約1 0 0 0トルの円軌道に投入する第1弾及び第2弾、第4弾に固体式で第3弾は液体式の計画だった。アメリカからデルタロケットの技術を導入したア I ロケットを開発するように方針が転換された。 ことで計画は中止されたが、第3弾と第4弾の技術はそれぞれ LE-3 とアポジキックモーターとして活用された。ありがとうございます。